バイオハザード4は2005年にカプコンよりニンテンドーゲームキューブ用ソフトとして発売されたホラーアクションアドベンチャーゲーム。バイオハザードシリーズの第6作であり、後にプレイステーションにマイクロソフトウィンドウズ、ウィープレイステーション3、XBOX360、プレイステーション4、XBOX1、ニンテンドースウィッチに移植された。また、 本作のバーチャルリアリティ版が、オクルスクエスト2向けに発売された。本作は、セッサゲームアワーズ2004から2005において、優秀賞、ファミ通アワード2005において、大賞を受賞した。本編シリーズとしては、2002年発売の前作、バイオハザード0より、約3年ぶりとなる。シリーズの生みの親である、三上真二がディレクターとして加わっているが、 発売までに何度も作り直されており、初期に、神谷秀樹がディレクターを務めたバージョンは、バイオハザード4として開発しようとしたが、路線の変更を経て、デビルメイクライとして発売された。本作の時系列は、ラクーンシティが壊滅した1998年夏から6年後の2004年秋に、設定されており、舞台も、アメリカから、ヨーロッパ南部へと移っている。 本作以降のシリーズは作品ごとに時系列と舞台が変わりつつ物語が展開していくことになる。2002年に発表された初期開発の段階でのディレクターはバイオハザードサンラストエスケープを手掛けた柴田洋でありアンブレラの革新部分であるシソウイルス発症の地を舞台とし作品のテーマは極限状態で生き延びるためのもがきとしていた。 この初期開発バージョンは、任天堂の非売品ソフト、ゼルダの伝説時のオカリナ GC に PV が収録されており、バイオハザード号のウロボロスのような敵が、レオンに襲いかかってくる場面や、レオンがそれにデザートイーグルで対抗する場面などがある。また、GC 版の初回特典である、シークレット DVD には、開発途中で没となったバージョンの動画が収録されている。 人形が突然動き出して襲ってくる、封印されているという理由で開かない扉、実体のない敵が絵の中から抜け出てくるなど、オカルト的な要素を含んでいたり、視点は、肩越しの TPS ではなく、本作以前の使用のままなど、完成までに2点3点していることがわかる。1998年に発生した、アメリカ中西部のマチラクーンシティ消滅事件の後、 元凶である製薬会社アンブレラは政府から業務停止命令を受けて株価が大暴落したことで倒産に追い込まれた事件の生き残りの一人であるレオニス・ケネディは合衆国政府に能力を認められてスカウトされエージェントとしての訓練を受ける日々を送っていた時が過ぎ事件から6年後の2004年レオンは初任務として 大統領令嬢アシュリー・グラハムの護衛に着く予定だったが、彼女が何者かに誘拐され、さらに内通者の存在が疑われたことから、単独での捜査の指令が下る。わずかな目撃情報を頼りに、ヨーロッパへ飛んで、ある辺境の村を訪れたレオンは、聞き込みを始めた直後にいきなり村人の襲撃を受けてしまう。 かつてのラクーニシティの惨劇を彷彿させる村人の様子から無線通信によるサポートを行う女性オペレーター、ハニガンの協力を得ながら、レオンは村への単独捜索ミッションを開始する。やがて、その村がカルト集団、ロスイルミナドスの進歩する寄生生物、プラーガに肉体を乗っ取られた人間、ガナードが救う狂気の村だったことが判明する。捜索の結果、 どうにか、アシュリーを救出するも彼女にはすでに、プラーガの卵が植え付けられており、レオンも卵を注入されてしまう。体内のプラーガを駆除して村から脱出する手段を探すため、レオンとアシュリーは、岩をなく村の探索を続けることになり、村長であるビトレス・メンデスを倒す。さらに、死亡したと思われていた女スパイのエーダウオンや、 かつての相棒だった傭兵のジャック・クラウザーとの意外な再会に心を揺れ動かされながらも、レオンとアッシュリーは、村で唯一正規を保っていた元教団の研究員である、ルイス・セラと共に悪夢の夜を戦い抜いてゆく。古城の主で、地下に封印されていたプラーガを解き放った、サラザールや八代目当主のラモン・サラザールを倒した、レオンは、 再び拉致されたアシュリーを救出するべく、彼らの本拠地であるコト党へと向かう。そこにあった敵出機器を使って、二人は体内のプラーガを駆逐する。最後の敵である競争ズムンド・サドラーを倒すも、プラーガの入った注射器をエーダに奪われてしまう。エーダによってコト党は爆破され、命からがら、ジェットスキーでアシュリーと共に脱出するのであった。 フルモデルチェンジと命打ち、従来のバイオハザードとは大きく異なるゲームシステムを採用している。これまでのシリーズでは本編クリア後にニューゲームで引き継げるのはおまけ武器とコスチュームチェンジの回帰によそのみだったが、本作ではクリア後のデータからニューゲームを始めると、レオンとアシュリーの体力の最大値、所持金、宝、アタッシュケースの中身、アーマーを全て引き継げるようになった。 本作はディレクターである三上真嗣によって GC 独占発売と告知されていたが GC 版発売の前に PS2 への移植が発表されることとなるその後も様々なプラットフォームへ移植された発表の経緯はバイオハザードシリーズ供給媒体に関する経緯を参照のことまた日本国外版の変更点としては一部のボイスが追加されているほか。 難易度設定のイージーが存在せず、射的上の景品を得るための点数が3000点と難化している。また、首の切断など、死亡時の描写が過激になっている。本作が最初に発売された4となる。GC 陽光ディスクの容量の問題により、ディスク2枚組での供給となっており、プレイの中盤でディスクを入れ替える必要がある。 日本版では唯一人型の敵の頭部が破壊される。全世界累計販売本数は160万本となっている。本作を基礎として、多機種との変更点、追加要素を以下に述べていく。GC から PS2 への移植に伴い、以下の要素が追加された。GC より、ハードスペックが低い PS2 への移植は、非常に困難であったが、最低限の画質の劣化。 敵の本数を3000から2000などのオブジェクト現象を行い移植が実現した。また、GC 版では破壊できた照明などのオブジェクトが PS2 版では破壊できなくなった。同時に出現する敵の数も GC 版は最大11体、PS2 版は最大9体となっている。さらに前述のアシュリーが無敵になるコスチュームもあり、実質的な難易度は PS2 版の方が若干低いとも言える。GC 版ではリアルタイムで描画していたイベントシーンを PS2 版ではプリレンダリングムービーで再生している。そのため PS2 版ではコスチュームチェンジがイベントシーンに反映されない。また PS2 版以降では大容量の媒体で供給されているためリスク入れ替えの必要はない。 2007年2月23日より海外向けに Windows に対応した PC 版が発売。日本でも2007年6月7日に発売された。追加要素などは PS2 版と同等となっているが PC でのプレイに伴って解像度が PS2 よりも相当に向上している。動作環境は c プ p c o 公式ホームページに掲載されている。また価格が コンシューマーゲーム版よりも高めとなっている。マウス操作には対応していない。アルティメット HD エディション2014年2月28日に HD リマスター版のバイオハザード4アルティメット HD エディションが発売。基本的には後述のリバイバルセレクションの移植。1920X1080 の高解像度テクスチャと 60fps のフレームレート。 マウス操作、スティーム実績、トレーディングカードなどに対応した。予約特典として60曲以上の楽曲を収録したデジタルサウンドトラックとキャラクター、クリーチャー、ストーリー、コンセプトアートなどを収録した80ページを超えるデジタルアーカイブスが配布された。日本ではパッケージ版の販売はなく、スティームでのダウンロード販売のみ。 2007年5月31日には GC 版をベースに PS2 版の追加要素を実装したバイオハザード 4Wii エディションが Wii にて発売されたカプコン発の Wii 用ソフトである全世界での累計販売本数は Wii エディションのみで200万本となっているまた Wii エディションの操作方法は高い評価を得ており後に デッドライジングゾンビの生贄が制作されるきっかけとなった。この版では基本的な操作方法がウィーリモコンとヌンチャクコントローラに準拠したものに変更されておりリモコンのポインターで銃の照準を定めて攻撃を行う仕様になっている。またリモコンを軽く振るだけで近接対象物を自動検索してナイフ攻撃を発動する サーチナイフ機能も搭載され、より直感的な操作が可能となった。GC 用コントローラや、クラシックコントローラでの操作は、説明書には一切技術がないが対応しており、GC 版や PS2 版と同様の操作が可能。ただし、ゲーム起動時にヌンチャクを取り付けていないと警告が出て、先に進まないため、タイトル画面が表示された後に、リモコンからヌンチャクを取り外し、 コントローラーを付け替える必要がある。ハードが Wii に移行したことにより敵の同時出現数が GC 版よりも増加したことに加え AI の改良により奇襲頻度も若干上昇したが Wii リモコン使用時のレーザーサイト照準が円形になったことによりどんな遠い地点にいる敵でも簡単に狙撃できることを呼び ボタンアクションがリモコンを振るだけなので基本的な難易度は下がっていると言える。またデータのセーブやエリア移動時の読み込みを含むロードの所要時間が大幅に短縮された。その他の移動は以下の通りである。2011年9月8日には今作とバイオハザードコードベロニカ完全版の2タイトルを HD リマスターし w e をベースに 画面解像度が 720p に対応したバイオハザードリバイバルセレクションがプレイステーション3、Xbox 360向けに発売された。また、2012年3月13日にはダウンロード版がそれぞれ単品で配信開始され、3月15日にはベスト版のバイオハザードごとのツインパックが発売された。PS3 版はブルーレイディスク1枚。 Xbox 360版は DVD2 枚組となる。トロフィー、実績解除、クリア時間のオンラインランキングに対応する。HDD インストールに対応したことにより、ロード時間が大幅に改善されている。サウンドは PCM に CH のみで、ドルビープロロジック2による5.1、CH サラウンドは、非対応。初回生産分特典として、 PS3 版には、バイオハザードアーカイブズ復刻改訂版と、バイオハザードアーカイブズ2を、電子書籍向けに抜粋、再編集した、プレイビュー4ゲームズ版、バイオハザードアーカイブズ特別版を、プレイステーションストアから、ダウンロードできる、プロダクトコード、XBOX360 版には、レオンジャケットコスチュームアバターが無料で入手できる、ご利用コードが同梱する、 2016年8月30日にダウンロード配信用ソフトとして PlayStation 4、Xbox One 向けに発売された。基本的なゲーム内容はリバイバルセレクション版と同一だが画面解像度が 1080p まで対応しフレームレートも 60fps での動作になっている。キャラクターについてはシャープな描画を実現したが文字やメインゲーム画面の背景などは 元のテクスチャー画像の解像度が低かった、関係上、ややぼやけた描画となっている。音声出力も 5.1CH サラウンドに対応しており、サラウンド環境でプレイした場合、敵が向かってくる位置などを把握しやすくなっている。その他、右スティックでの照準操作が可能になっており、やや操作面でのストレスが解消されている。 2021年10月21日にオクルスクエスト2向けに発売された。本作をベースにバーチャルリアリティコンテンツとして再構築した作品で、開発はベヨネッタバンクウィッシュなどの移植を行ってきたアーマチュアスタジオが担当している。VR 版である同作は一人称視点で戦闘や謎解きなどを行うシステムになっている。なお、 クエスト2版には ADA The Spy The a n ダー r Order は収録されていない。ザ・マーセナリーズは2022年に無料配信予定。武器にはそれぞれ威力、連射速度、装填速度、相談数のパラメータが存在し、これらは武器商人に金銭を支払い改造することで性能を向上させることができる。 全パラメータを最大まで改造すると限定仕様と呼ばれる各武器固有の改造を施すことが可能になる。旧作とは異なり、アイテム画面からのリロードができなくなっている。なお、ゲームのシステム上ほぼすべての武器にレーザーサイトが取り付けられている。今作では、ライセンスの問題から武器、弾薬の名称に具体的な商品名が用いられていない。 5種類が存在し、前述のマチルダと無限ロケットランチャーも含まれる。今作では、シリーズ恒例のゾンビをはじめとする T ウイルス由来のクリーチャー及び BOW は登場しない。主人公に立ちふさがるのは、すべてプラーガに寄生されて凶暴化した村人や実験体である。サラザール家の領地に古くから厳正する寄生生物。 人間だけでなく様々な動物に寄生可能で、作中では人、犬、王酸小をに寄生していた。宿主の体内に注射器で植え付けられた卵から孵化する、もしくは放置状になり、休眠状態になった容体が、宿主の体内に侵入し、活動を再開すると、宿主の中枢神経に触手を伸ばして同化し、精神を支配すると同時に、 宿主に超人的な力を与える。支配種と従属種が存在し、両者の関係は、女王鉢と働き鉢に似ている。ガナードをはじめとする、本作に登場するクリーチャーの大部分は、従属種に寄生された存在であり、自我を喪失している。一方、カルト教団のスイルミナドスの幹部4名は、支配種を自らに寄生させている。支配種は、 宿主の自我を奪わない上従属種を操る能力を自由に扱える。プラーガ単体寄生生物である、プラーガが単体で生存している状態。次回作である、バイオハザード後にも宿主がいない状態で生存する、プラーガであるキペペを及び、ブイキッチワが登場する。サラザール家の領地に厳正する寄生生物、プラーガに肉体を乗っ取られた人間の総称。 宿主の意識は失われ、人間としては自我を失った上に悪意に支配されて死者に等しい状態だが、プラーガが感染前の生活を模倣して生きた人間のごとく活動する。宿主の知識や技術はそのまま残っており、言語を用いた会話や道具の使用さえ可能で、状態を反らしたり、サイドステップしたりして、斜線を避ける、両手で頭部をガードする。 防眼を装備している際は、敵との距離を置くなど、回避行動も行う。過去作のゾンビ同様、銃弾にも耐える。生命力を獲得しており、女性でも体重7 0ラムのレオンを片手で、投げ飛ばすほどの筋力を発揮する。未感染の人間を発見すると即座に、凶暴化し、武器や罠を用いて組織的に行動しながら、標的を追い詰める。ガナードとはスペイン語で、 家畜を意味し、文字通り教団の幹部たちには、会の労働力として刺激されている模様単に、ガナードと呼称した場合は主に村人、邪教と、戦闘員の3種を指す。プラーガの特徴である、あらゆる生物に寄生できる、宿主の生命力が向上する、支配種プラーガでコントロールできるという点を利用して、作られた、有るき生命体兵器群。 教団の悲願である世界征服に利用しようとしていた。人以外がベースの BOW 人がベースの BOW いわゆる通常のプラーガ、従属種プラーガを操れる支配種と呼ばれるプラーガ。従属種との最大の違いは宿主の肉体にガナードとは比較にならない変異をもたらす代わりに宿主の自我は奪わず、 従属種プラーガを操るという能力を、宿主の意志で制御できるという点である。従属種に寄生されたガナードのような総称はない。宿した、人間蒸気のプラーガとは、無関係の動物。プレイヤーに襲いかかる種類も存在するが、この攻撃で死亡することはない。ありがとうございます。